本動画は、著川島塔一郎冒険企画局、株式会社新紀元社が権利を有するマルチジャンルホラー RPG インセインの二次創作作品です。また、TRPG ショップ GoTRPG ゲームオンが販売されている機械仕掛けの未来へのネタバレが含まれております。ご視聴の際には、動画説明欄もご覧ください。それではお楽しみください。突如異空間に転送された主人公たち。その空間にいた少女は調停者と名乗り、主人公たちに過去の改変ができると告げた。プレイヤーは過去に介入し、自ら望む未来をつかみ取るために行動を選択していくこととなる。果たして望んだ未来は手に入るのか。その結末はプレイヤーの行動にかかっている。マルチジャンルホラー RPG インセイン機械仕掛けの未来へ。導入フェーズ3つの喪失。 PC1 藤井寺武宏の場合、本編開始より5年前、藤井寺武宏は学生時代からの恋人であり婚約者でもあるマリナと幸せな毎日を送っていた。そして今日は武宏の誕生日である。おはよう。今日は誕生日だね。いやあ、ついに26になってしまったよ。私も来年はその年齢なんだけど。武宏より一つ年下のマリナは、そう言って頬を膨らませる。まだ1年猶予があるじゃないかと言って軽く微笑みます。というか25も6も変わらないって。あ、そうそう、今日は早く帰ってきてね。分かったよ。夕飯は腕によりをかけるから期待していてね。ものすごく期待しておくよ。うわ、そこまで期待されるとプレッシャーかも。マリナはケラケラ笑いながら武宏が仕事に出かけるのを見送った。武宏はいつもより楽しい気分で仕事に向かったかもしれない。帰りを楽しみにして一日を過ごし、マリナの期待通り仕事を早めに終えようとした。そんな武宏のもとに悲惨なニュースが飛び込んでくる。街でトラックが暴走し、多くの死傷者が出ていた。病院にも事故に巻き込まれた人々が運ばれてくる。これは患者を急いで手術室へ。そしてそのうちの一人がマリナであった。彼女は見るからに息をしておらず、助かる見込みもない。なんで夕飯期待していてねって言ってたじゃないか。ほら起きて帰って夕飯の準備しよう。僕も手伝うからさ。そう言って崩れ落ちるようにへたり込みます。マリナが武宏の言葉に答えることはなかった。藤井寺先生、こっちを手伝ってください。悲しみに暮れる暇もなく、次々と患者が運ばれてくる。よろよろと立ち上がり、マリナから離れて手術室へ向かいます。事故現場では武宏のために買ったケーキが無残に潰れ、雨に打たれている。以降武宏は決して埋まることのない心の穴を抱えながら生きていきます。PC1 藤井寺武宏、あなたは総合病院に勤める医師である。数年前、学生時代からの恋人であり婚約者でもあったマリナがトラックの暴走に巻き込まれて死亡した。心に開いた穴を忙しさで埋める日々を送っていたあなたは、ある時突然不思議な空間に連れ去られ、そこにいる奇妙な存在から失われた過去を取り戻せることを告げられた。あなたの使命はマリナが巻き込まれた事故を防ぐことである。導入フェーズ3つの喪失。 PC に黒絵はじめの場合、本編開始より13年前、
黒江はじめは、とあるメーカーで、同僚のレオと強力なゴムの開発に勤しんでいた。これは、屋上で休憩しているいつもの日常。萌ちゃんお疲れさん。そう言って、缶コーヒーをはじめに差し出す。ああ、お疲れ。バッツ、受け取って、わたわたします。熱くなった手をひらひらさせながら、タバコに火をつける。今回開発しているゴムはいい感じだし、これで特許を取ることができればボーナス期待できそうだな。レオも同様にタバコに火をつける。そうだな、ボーナスか、車でも買うか。おお、いいな。それ俺も乗せてくれよ。免許取ったのだいぶ前なんだよな。死ぬ覚悟しておけよ。こわ、それこそ俺たちが作ってるゴムを緩衝材に使ってくれりゃ安全だけどな。売れてくれるといいな。レオは冗談めかして言ってケラケラと笑う。ペーパーでも安全って売り込みに行くか。笑ってコーヒーを飲み干す。まあまずは完成させないとな。もうちょっと頑張るか。そんな夢に満ちた話をしていた二人。ところがある時、レオは忽然と姿を消してしまいます。出勤したまま家に帰った様子はなく、仕事も生活も何もかも残したまま、まさに神隠しのような状況に、警察も何ら手がかりを得ることはできません。何かの事件に巻き込まれたのか、それとも自分の意思なのか。初めの心からは情熱の火が消え、再びそれを灯すことができないまま長い時間が経ってしまいます。PC に、クロエ、はじめ、あなたは科学者である、同僚の、レオは親友であり、切磋琢磨するライバルであったが、十数年前、彼は何の前触れもなく、忽然と姿を消してしまった。それ以降、あなたは心から情熱の火を失ってしまった。ある時、あなたは突然不思議な空間に連れ去られ、そこにいる奇妙な存在から、失われた過去を取り戻せる、ことを告げられた。あなたの、使命は、レオが失踪した理由を突き止めることである。導入フェーズ3つの喪失。 PC さん、武蔵の場合、本編開始より1週間前、傭兵である武蔵は自分を師匠と慕う少年シオンと行動を共にしていた。今は日課の訓練を終えたところだ。疲れた。師匠のように弾を当てられないし。文句を言う前にまず銃の手入れをしろ。師匠いつもそれだな。シオンはぐちぐち言いながらも武蔵の言うことに従う。武蔵は手早くゴム弾を片付け、中を清掃している。口では何も言わないが、シオンを盗み見る目は少しだけ優しい。しばらく静かな時間が流れる。終わったか。うん、それじゃご飯にしようよ。ああ、いつものレーションでいいか。またそれ。でも材料ないしな。あれば僕が作るのに。すまないな、うまいものを食わせてやれなくて。うん、そもそも僕一人だとのたれ死んでたかもしれないし、師匠には感謝してるよ。あ、そうだ、明日から少し出かけるから4日くらいで帰ってくると思う。どこへ行くんだ。あそこの村まで。シオンは国境沿いの村の名前を挙げる。ネットで知り合った友人と会うんだ。ついでに何か仕入れてくるよ。その人の素性は分かっているのか。顔写真と身分証は見せてもらってる。だがシオン、お前はそいつの何を知っている。危険だ、私も同行する。うん、僕一人で大丈夫。それに武器だってあるし。私に弾一発も当てられない奴が何を言う。いいじゃん、僕は師匠の子供ってわけじゃないんだし。それはそうだが、お前が危険な場所に行くのを見過ごすわけにはいかない。お前にはまだ早い。うるさいな、師匠なんて知らない。そう言ってシオンは飛び出していく。シオンを追いかけようとします。そうしようとしたところに、他の傭兵が武蔵の元を訪ねてくる。武蔵、今から手伝ってほしいことがあるんだが、手は空いているか。扉を開けてシオンを追おうとしたところで、立ちはだかった男に驚き、目を離した数秒でシオンを見失ってしまった。
教えることは教えたはずだ。安易には死ぬまい。なんだ、報酬はいくらだ。私はその男の依頼を受けることにした。シオンが武蔵の元に戻ってくることはなかった。数日後、武蔵はシオンが行った村が紛争に巻き込まれたことをニュースで知る。村は焼き尽くされ、住民は虐殺に遭い、生存者は確認されていない。手を尽くして安否を確認したところ、逃げ延びた住人からシオンは最後まで立ち向かって戦死したことを告げられた。バカ者、命あてのものだねだと教えたはずだろう。いや、違う、私がシオンを追わなかったからだ。痛みを覚えるほどの後悔と悔しさが武蔵の胸の奥で渦を巻いていた。PC さん、武蔵、あなたは傭兵である。あなたは自分を師と慕う戦災孤児のシオンと旅を続けていたが、数日前シオンは単独で行動していた際、攻撃に巻き込まれ潜伏していた村ごと焼かれてしまった。心に苦い後悔が渦巻いていた時、突然あなたは不思議な空間に連れ去られ、そこにいる奇妙な存在から失われた過去を取り戻せることを告げられた。あなたの使命はシオンを救い出すことである。導入フェーズ、星空と歯車。現在、喪失を抱えた3人はそれぞれの日々を生きている。武宏は一人きりの誕生日を迎え、はじめは屋上でコーヒーをすすり、武蔵は事件を伝える記事を握りしめていた。そんな時、はあ、3人は奇妙な空間に立っていることに気づく。周囲はプラネタリウムのような満天の星空。足元を見れば地面はゆっくりと回転する巨大な藍色の歯車になっており、 PC たちが動くとかすかにぐらりと傾く。周りには見知らぬ2人が立っている。ここはどこで、なぜ、いつから自分たちはいるのか、一緒にいる相手は誰なのか、当然の疑問が頭の中を渦巻く。はあ、なんだここ。コーヒーを落とす。俺は今まで会社にいたはずなんだが。様子を見ている。あなたたちはここはどこでしょうか。私は武蔵、しがない傭兵だ。君たちも名を名乗ってくれないか。藤井寺武宏と言います。総合病院で外科医をしております。医者と傭兵、傭兵とはという顔をしながら、クロエ、はじめだ、しがない会社員をしている。あんたたちも気づいたらここにいたのか。そうだ、お前たちのどちらかが呼んだわけではないんだな。一階の外科医にそんなことはできませんよ。お二方でなければ一体誰が。戸惑いながら話をしていると、どこからともなくギシギシと金属のきしむような音が響き、頭上から何かがゆっくりと下降してくる。それはいくつもの大きな歯車を組み合わせたオブジェのような物体だ。歯車は赤、白、黄色などと色とりどりであり、材質もそれぞれ異なっているように見える。しかしそれらはギシギシときしんだ音を上げるのみで、どれ一つとして動いてはいないようだ。3人は最も上方に位置する青い歯車の上に一人の少女が腰掛けていることに気づく。戦場の癖で頭をかばって伏せる。パンパカパーン。おめでとうございます。あなたたちは選ばれました。あなたたちは特別に失われた可能性を取り戻すことができます。呆然として頬を叩いている。はあ、伏せた姿勢から顔を上げ少女を見る。うん、予想通りの反応。難しい言葉で言えば過去改変ってやつです。ありますよね。どんなに薄い人生でも愚かな後悔の一つや二つ。わあ、とってもラッキー。そうそう、私のことは調停者って呼んでください。よろしく、人類の皆さん。喧嘩売ってるのか。心外ですね。私は皆さんの望みを叶える役目があるだけですよ。貴様は人類ではないのか。ですです。人間の今の技術だとこんな空間作れないでしょ。
ここはお前のテリトリーというわけか。理解した。それで私たちは対価として何を払えばいいんだ。過去を改変する権利が得られる。そんなうまい話があるわけがない。私たちは何か対価を奪われるのではないか。あなたたちに対価は特にないんじゃないですかね。本当に対価はないのだろうか。問い深しむ。過去改変とか夢でも見てるのか。ちょっと殴ってもらえないか。ゴム差しを見る。ふん。痛いか。痛いな。ひっくり返っている。あははは。何やってるんですか。少し落ち込む。何が起きてるんだろう。調停者さん。はい、何ですか。たくさん聞きたいことがあるんですが、まずなぜ僕たちが選ばれたのか、何の接点も見られないような気がします。表情を変えずに武尊を見る。次に失われた可能性を取り戻すことができるということですが、それは全員ですか、それとも一人だけですか。そしてそもそもここはどこですか。そうですね、まずは接点ですか。あるかもしれませんし、ないかもしれません。他の誰かが選ばれる可能性もあったんじゃないですかね。過去改変についてはやってみた方が早いかもしれません。簡単に言えばゲーム仕立てになっています。まずはその3つの歯車を調べてみてください。調停者が指し示す方向を見ると、歪んだ赤い歯車、発光する山吹色の歯車、焼け焦げた銅の歯車が照らし出される。あとここはどこかという質問についてですが、どこでしょうねとごまかしているのを隠そうともしない。そうですか。二人の方を見て尋ねます。お二人は他に聞きたいことはありますか。今みたいに答えてくれない可能性もありますか。答える義務はないですし。装甲車の外に出たら、そこは知らぬ土地だった。戦場にはありがちなことだ。行けばわかる。急な依頼にはありがちな文句だ。だがいずれにせよ、くそったれな仕事であることは変わらない。特にない。退屈そうに目を閉じる。俺もないな。まともな答えは得られそうにないしな。長い夢になりそうだ。とりあえず過去を変えられる可能性があるのは本当ですよ。だから頑張ってくださいね。魅力的で怪しい言葉。美しくも悪夢のような世界。しかしこれは紛れもない現実であり、自分たちが上場的な事態に巻き込まれているのだということを3人は不思議と確信する。そうであれば、もしかしたらあの日の喪失を本当に取り戻せるのかもしれない。希望と疑念が胸の中で歯車のように組み合いながら回り始める。メインフェーズ第1サイクル。まず3人が歯車を観察したところ、次のことが判明する。ハンドアウト、歪んだ赤い歯車、真っ赤な液体がにじみ不気味にひしゃげている歯車。手を触れると一瞬体を潰されるような激しい痛みを覚える。ハンドアウト、発光する山吹色の歯車、滑らかな質感をした丸みのある歯車、ほんのりと暖色の柔らかい光を放っている。手を触れると一瞬ふわりと体が浮かぶ。ハンドアウト、焼け焦げた銅の歯車、ところどころが黒く焦げついた歯車、かすかに硝煙の匂いがする。手を触れると一瞬やけどしそうなほどの熱を感じる。そして3人の様子を見ていた調停者が声をかけてくる。あ、そうそう、これ皆さんにプレゼントです。アイテム時の歯車。自分が判定に失敗したとき、消費することでその判定をやり直します。あるいはメインフェーズ中、自らのシーンで調査以外の行為判定、感情判定や回復判定などを追加で行います。メインフェーズ中、チームプレイヤーは主要な行動として歯車の生成を行うことができる。シーンに登場している PC は全員時の歯車をいくつ生成するか指定し、任意の特技で判定を行う。判定に成功すると、出
指定した数だけ時の歯車を獲得し、同じ数だけ生命力を失う。判定に失敗すると時の歯車は獲得できないが、生命力を失うこともない。時の歯車を6つ消費することでセッション中に1度だけサイクル数を1増やすことができる。シナリオが4サイクルとなる。この宣言はメインフェーズ中、プレイヤーの合意のもと任意のタイミングで行うことができる。この際、すべての PC が同じシーンに登場している必要はなく、それぞれの PC が消費する時の歯車の数は合計で6つになるようプレイヤー同士が話し合って決定できる。私からは1人1個です。うまく役立ててくださいね。というわけで、1サイクル目の初手は誰からいきます？特殊型ですが、皆さんの合意があれば相談してシーンプレイヤーを決めて OK です。私から言ってもいいですか？武宏と感情を結びたいです。もちろんです。大丈夫です。了解しました。ちなみに専用のシーン表 2D6 があります。シーン表に書かれている内容はすべてシーンプレイヤーのみ効果を受けます。また裁縫はできません。何か効果があるやつじゃないですか。やだ。第1サイクル第1シーン、シーンプレイヤー武蔵。機械仕掛けの未来へシーン表7。調停者が近づいてくる。何かと思えば飲み物とお菓子を渡してきた。ねぎらっているつもりなのか。正気度が1点回復する。あ、これどうぞ、とお茶とドーナツを武蔵に差し出す。支給品があるのは助かる。うんうん、お礼が言えるのは良い子です。頑張ってくださいね。単身赤い歯車の方に向かおうとする武宏を見る。待て。はい。一人でことに当たるつもりか。これはおそらく僕に関わる事項だと思いますので。その気持ちはわかるが、見知らぬ土地での単独行動は危険だ。共同戦線を張った方がいい。貴様のことをもう少し教えてくれ。わかりました。自分の素性をつらつらと隠さず話す。ふっ、難しい話が混じるので少し我慢する。というわけで我慢で判定していいでしょうか？問題ありません。判定どうぞ。共感を取ります。こちらは愛情で。そうか、貴様も大切な人間を亡くしたのか。私も数日前戦場で愛弟子を失った。そうですか。接点ができた。それについてはあの調停者とやらに聞いてみないとわからないが、クロエさんに大事な人を失ったことがあるかを確認すれば。武蔵さんは優しい方ですね。どうだろうな。戦場の鉄則は命あってのものだね。だ、貴様自身が命を落とすことがないように気をつけろ。袖すり合うも多少の縁だ。縁ある人物を何度も失いたくはないからだ。ありがとうございます。やはり優しい方だなと思いつつ少し笑みをこぼします。さて、次はどちらが行きますか？先に行ってもいいでしょうか？はじめも武宏と感情を結びたいです。いいよ。 OK です。2シーン目ははじめでお願いします。第1サイクル第2シーン、シーンプレイヤー黒江はじめ。機械仕掛けの未来へシーン表4。調停者と目が合う。無邪気に微笑みかけるこの少女をどこまで信用していいのだろうか。にっこり。宇宙人になるのだろうか。どうかしました？あんたのことを考えてる。予想外の答えだ。でもその思いには答えられないですね。そう答えてケラケラ笑う。若干イラッとします。調停者は
そのまま青い歯車の上から3人を眺めている。調停者については諦めて武宏の元へ向かう。あんたも変えたい過去があるのか、歯車を見つめながら問いかけます。そうですね、たくさんありますが、一番はマリナを事故で失ったことを話します。そうか、軽々しく聞いて悪かったな。俺もある、あった。友人が行方不明になったことを話す。つながった。クロエさん、僕たちの接点がここに呼ばれた理由が分かりました。近しい人間を亡くしたか、あの傭兵も誰か亡くしているのだったら歯車が関係しそうだな。武蔵さんも大事な方を亡くされています。先ほどお話ししてくれました。そうなのか。それならそれぞれ歯車を調べるのがいいんだろうな。あの調停者とやらの言いなりになるのも尺だが。だいぶお怒りのようですね。怒りというか不気味だろう。さっきは調停者とよくあんなに話をできたな。とにかく知ろうと思ってました。情報がなければ何もできませんから。調停者さんの思惑もそうすればわかるだろうと思いまして、情報を引き出そうとしたんですが、まだまだ調停者さんの手のひらの上ですね、と苦笑い。釣られるように少し笑ってタバコに手を伸ばそうとして止める。歯車を観察しながら話をしているので、機械で感情判定をしたいです。判定どうぞ。共振でお願いします。友情を取ります。よし、これから赤い歯車を調べようと思いますが、協力してもらえますか。もちろん。それではこのまま武宏のシーンに行きましょうか。第1サイクル第3シーン、シーンプレイヤー藤井寺武宏。機械仕掛けの未来へシーン協力。赤く歪んだ歯車に触れる。体が驚いたように震え、恐怖に胸が締め付けられる。じゃあ、歪んだ赤い歯車を調べてみますね。うなずいて、腰にぶら下げた銃を確認する。頼んだ。では、歪んだ赤い歯車へ近づいていきます。心がざわつく。でも、調べないことには何もわからない。大丈夫か、飲まれるなよ。ありがとうございます。その一言で覚悟が決まりました。機械で判定いいでしょうか。 OK です、どうぞ。ハンドアウト、歪んだ赤い歯車、秘密。ショックなし。拡散情報、これは転換点である。目の前に白昼の街中の光景が広がる。そこでは暴走したトラックが赤信号を無視し、今まさに交差点に突入しようとしている。マスターシーンが発生する。マスターシーン、悲劇の改変、歪んだ赤い歯車。ふと気がつくと3人は猛スピードで空を飛んでいます。飛行は自分の意思で制御でき、どうやら周囲の人間は3人の存在に気づいていないようです。3人の目の前で雲が染み、暴走トラックが歩行者の列に突っ込んでいこうとしています。トラックの正面には驚いて身を固くするマリナの姿があります。全員乗り物で恐怖判定を行ってください。調停者の声が響く。ざっくり伝えるなら、皆さんはスーパーヒーローになっています。力を合わせて悲劇を食い止めてください。その気になれば何でも釣れるでしょう。コンピュータを遠くからいじくることも可能なはずです。長距離からタイヤだけ撃ち抜くことだってできます。ここでのルールを説明します。皆さんはロールプレイに合わせて好きな特技で判定してください。2人以上が成功すれば悲劇を食い止めることができます。成功した PC が1人以下だった場合、悲劇を食い止めることはできません。
その場合、次のシーン以降、シーンプレイヤーは主要な行動として再度このマスターシーンを発生させることができます。了解しました。それでは武蔵からやろうかな。最後は武尊に締めてほしいので、2番目は初めで。やってやるぞ。あなたたちの奮闘に期待します。暴走者だ。恐ろしいが見慣れている。正気を失うほどではない。あいにく射撃は元から得意なんだ。眠たげな目を少し開き、素早く腰から銃を抜く。射撃、出半径いいでしょうか。そこに感情修正を入れます。コストは生命力で。どちらも OK です。判定どうぞ。落ち着いてタイヤを打ち抜く。確かに精度が上がっているようだ。ざっくりすぎるだろう。すぐ適応できるほど若くないんだ。なぜか手元にあったゴム鉄砲でトラックの側面を打って軌道をそらそうとする。破壊、で判定いいでしょうか。 OK です。判定どうぞ。トラックの側面が大きくえぐれています。うわ、想像以上の威力に効く。あとは反対側のタイヤを。武蔵さんが打ち抜いたタイヤと反対側のタイヤをメスで切断しバーストさせたいです。切断で判定どうぞ。これがメスの切れ味なのか。トラックは、マリナは。武蔵の拳銃と武尊のメスによりトラックのタイヤがバーストし、はじめが撃ったゴム鉄砲の衝撃によってトラックは本能の軌道から逸れていく。トラックはそのまま道路を滑っていき、何かにぶつかることなくその動きを止めた。うわ、危なかった。悲劇を食い止めると3人は空の彼方へ引き戻されていきます。全員視覚分野の任務の特技で判定を行ってください。代用判定可です。判定に成功した武尊とはじめは、高いビルの屋上に佇み、事故現場を見下ろしている男がいることに気づきます。身を翻し、その場を立ち去ろうとする男の手には、鮮やかな赤い鷹のタトゥーが彫られています。気がつくと、3人は星空と歯車の空間へ戻ってきています。武尊は、マリナをめぐる記憶が変化していることを感じます。この数年、二人は共に幸せな時間を過ごしていました。お疲れ様でした。無事に改変できたようですね。確かに記憶が変わった。さっきより幸せそうな表情をしています。よかったですね。マリナが、マリナ、笑みがこぼれる。そんなにうまい話があるか。私たちはここから無事に帰れるのか。やはり少し殴りたい。あれで本当に過去が変わったのか。それにあの怪しい男は何だったんだ。怪しい男とは。ビルの屋上から見下ろしていた男がいた。手に赤い鷹のタトゥーが入っていたぞ。まともなやつじゃなさそうだ。あんたの仲間か。調停者に聞く。何のことですと首をかしげる。気づかなかった。不覚だな。調停者を意図的に無視する。赤い鷹、意味深だ。情報をありがとう。感謝する。ああ、調停者を無視する。お二人、過去は変えられます。お二人の大事な方も救うことができますよ。高揚した感じで言います。武蔵は考え込んだきり何も言わなかった。そうだな、まだ信じてはいない。メインフェーズ第2サイクル。2サイクル目はどなたから始めます？初めからやってもいいでしょうか。発光する山吹色の歯車を調べようと思います。いいよ。どうぞ。それではお願いします。第2サイクル第1シーン。シーンプレイヤー黒江はじめ。機械仕掛けの未来へ。シーン表12。
歯車がカチリと鳴る音がする。何か時と空間の真理をつかみかけたような。時間で判定を行い、成功するとこのシーンの終了後にもう一度自らのシーンを行う。シーン表で判定を求められた場合について補足します。まだシーンに登場する PC を決めていませんが、感情修正は可とします。ただし感情修正を行った PC はシーンに必ず登場してください。感情修正入れます。コストは生命力で OK です。判定どうぞ。それではこのシーンの後に追加で初めのシーンがもう一回発生します。というわけでまずは最初のシーンやっていきましょうか。今何かをつかみかけたような。どうした？いや、何かひらめきかけたんだがつかみ損ねたなと。今は歯車を調べるしかないだろう。そうか、邪魔をして悪かったな。できることから手をつけるのは賛成だ。私も手伝おう。ああ、助かる。さっきと同じようなことになりそうだしな。ただ、俺の友人が失踪した理由はわからないから、何が起きるかは全く想像つかないんだ。傭兵のあんたにいるのも変かもしれないが、何が起きてもいいように覚悟しておいてくれ。もちろんだ。武尊、貴様も来い。人数は多い方が望ましい。謎の男、今回も現れるだろうか。もちろんです。先ほどはお二人に助けていただきましたから、力になりますよ。あと、クロエさん、何が起きるかわからないと言いましたが、ヒントは目の前にあります。そうだな、答えはここにある。俺も、覚悟を決めるよ。機械、で判定します。OK です。どうぞ。ハンドアウト。発光する山吹色の歯車。秘密。ショックなし。拡散情報。これは転換点である。目の前に澄み渡るような青い空が広がる。空にはオレンジ色の光球が浮かんでおり、今まさに建物の屋上にいる一人の人物をトラクタービームで連れ去ろうとしている。マスターシーンが発生する。マスターシーン、悲劇の改変。発光する山吹色の歯車。3人は歪んだ赤い歯車を調べた時と同様、気がつくと空を飛んでいる。目の前ではオレンジ色の光球が空に浮かび、ある建物の屋上に光を放っている。スポットライトのような光の中にはレオがふわふわと浮かび、今まさに UFO の中へ回収されようとしている。全員兵器で恐怖判定を行ってください。ちょっと、なんだこれ。誰か助けてくれ。皆さん、聞こえていますよね。状況は前回と同じです。悲劇を改変できるよう頑張ってください。これは本当に過去にあった出来事なのか。こんな馬鹿げた景色が。はあ、驚いてる場合じゃありません。早く助けましょう。僕たちにはそれができるんです。こうやればいいのか。光を解析してトラクタービームの進行を遅延させます。電子機器で判定していいでしょうか。 OK です。どうぞ。解析完了。遅延成功しました。調停者に聞きたいことは山ほどあるが、歯車の空間といい、言い始めたらキリがない。とにかくあの光を止めればいいんだな。私の答えはこれだ。火炎瓶を取り出して投げます。焼却で判定いいでしょうか。 OK です。どうぞ。ずいぶん頑丈な飛行体だな。レオ、お前、何やってるんだよ。ゴム鉄砲ぶっ放します。OK です。どうぞ。これが俺たちの研究成果だ。武尊が
トラクタービームの構造を解析し、その引力を弱めていく。その隙に、武蔵は即席で作った火炎瓶をトラクタービームの照射口に投げつけた。最後に、はじめが放ったゴム鉄砲の衝撃により、UFO はフラフラと去っていく。助かった。UFO、マジ？悲劇を食い止めた3人は、空の彼方へ引き戻されていく。全員、技術分野の任意の特技で判定を行ってください。概要判定不可です。武宏とはじめは、UFO の窓に、サングラスをかけた黒スーツの男たちが近づいてきている様を目撃する。黒スーツの男たちはサングラスを外し、外の状況を確認する。その顔は異様の怪物であり、およそ地球の生物とは思えない。星空と歯車の空間へ戻ってきたはじめは、レオをめぐる記憶が変化していることを感じる。この十数年、はじめはレオと共に情熱的な研究の日々を過ごしてきた。共同で栄誉ある賞を受け、世界にその名を知らしめているかもしれない。お帰りなさい皆さん。無事に改変できたようですね。記憶が非現実的すぎて素直に喜べないな。どうやら俺も成功をしたようだ。あまり嬉しそうではないな。あまりに現実離れしていたからな。苦笑いする。UFO に宇宙人まで見るなんて思わなかったよ。宇宙人、赤い鷹の男は？そいつはいなかったな。今回はスーツを着た宇宙人だ。映画に出てきそうなやつそのままの顔だったぞ。あんたの歯車にはまた違うやつが出てきそうだな。そんなバカな。いや、こんな状況だ。周りを見回す。先入観は捨てた方がいいな。考え込む。前回の情報を少し気にしすぎたようだ。どうやら私は平常心を失っているらしい。本当にこれでレオは助かったのか。こんなところで試飲終了で OK です。了解しました。それでは、はじめの追加のシーンをやりましょう。第2サイクル第2シーン。シーンプレイヤー、クロエ、はじめ。機械仕掛けの未来へ、シーン表8。山吹色に光る歯車に触れる。心が高揚するのと同時に、背筋に奇妙な寒気が走る。武蔵と感情を結びたいです。はい、 OK です。それではシーン始めちゃってください。行方不明の原因は本当に UFO にさらわれたことだったのか。まだ借金でもしていたとかの方が信じられるぞ。山吹色の歯車に触れながら考え込んでいる。未だに信じられないな。あんたの大切な人は亡くなった原因が分かっているのか。武蔵を見る。答えにくかったら話さなくても構わない。拾った子供だった。表情を変えずに話し始める。用があると言って出かけて行ったんだ。物資の調達のついでにネットで知り合った奴に会いに行くと言っていた。そうか、そのまま帰ってこなかったのか。ああ、数日後知らせが入ってきた。あの子が訪れた地域で紛争があった。村ごと焼かれたと。想像以上の亡くなり方で絶句している。軽々しく聞くことじゃなかったな。すまない。いや、いい、どうせ次で目の当たりにする。ああ、そうだな。俺も協力させてくれ。歯車を撫でながら話をしていたので、手触り、手判定いいでしょうか。 OK です。どうぞ。ありがとう。貴様の目的は果たされたのに、手伝わせてすまないな。表情を変えずに言います。いや、まだわからないことだらけだからな。ここを出られるまでは協力していこう。これで終わりで OK です。さて、次はどちらが行きますか。歯車を調べ切ろうと思います。お願いします。それでは、次は武蔵お願いします。第2サイクル第3シーン。シーンプレイヤー武蔵。機械仕掛けの未来へ、シーン表10。藍色の歯車のかけらが落ちている。端は鋭く重量もある。
何か物騒なことが起きた時に使えるだろうか。武器を一つ獲得する。こんなものでもないよりはマシだ。しゃがんで無言で拾う。武蔵が顔を上げると武宏とはじめがそばにいた。手伝ってくれるか。感謝する。武宏とはじめの顔を交互に見比べる。かなりショッキングな光景が広がっているかもしれない。気を強く持ってくれ。今さらだろう。覚悟はできている。わかりました。先ほどとは違う非日常があるんですね。私にとっては日常だがな。さて行くか。焼け焦げた銅の歯車について熱い恐ろしい脳我慢して調べるので我慢で判定いいでしょうか。 OK です。どうぞ。ハンドアウト。焼け焦げた銅の歯車秘密。ショックなし。拡散情報。これは転換点である。目の前に異国の小さな村が燃え上がっている光景が広がる。そこでは火の中に武装した兵士が2台突入し虐殺を行おうとしているところだ。マスターシーンが発生する。マスターシーン悲劇の改変。焼け焦げた銅の歯車。空を飛んでいく3人は燃え上がる異国の村の上空へと導かれる。村に迫るのは完全武装した兵士と列をなす戦車からなる軍隊だ。それはあまりに巨大な戦力差であり、今から虐殺となることは火を見るより明らかだ。村を見ると銃を片手に仲間を鼓舞し絶望的な戦いへ身を投じようとしているシオンの姿がある。諦めないで、みんなで戦って生き残るんだ。バカな、下がる、早く逃げるんだ。まあこのままだと無理でしょうね。なので皆さん頑張ってくださいね。クソ、珍しく慌てた武蔵は使える武器を探しに空を駆け出した。それでは全員戦闘で恐怖判定を行ってください。持っている狂気のトリガー引きました。あら、それでは公開お願いします。狂気、闇からの祝福。トリガー、自分が恐怖判定に失敗する。常人ならざる不思議な直感があなたを直撃する。好きなキャラクター一人を選んでそのキャラクターの情報一つを獲得できる。この情報の獲得には情報共有が発生しない。どのキャラクターのどの情報を獲得しますか。武宏の秘密お願いします。了解しました。はじめにのみお送りします。ハンドアウト PC1 藤井寺武宏秘密ショックなし。いつの頃からだったろう。ふと周囲を見ると視界の端に黒いスーツを着た人影がちらつくようになった。思えばその人影が現れるのは決まってマリナといる時だ。まさかあいつらがマリナの死に関わっているのか。それなら彼女はあの事故を回避してもずっと狙われ続けてしまうのか。あなたの本当の使命はマリナの正体を知ることおよびマリナを残酷な運命から救い出すである。なんだ、宇宙からのささやきか。クロエさん、どうかされましたか。うまく説明できないが、あんたのことが少し分かった気がする。そうですか。すまない、さすがにひどい光景だったから混乱してるな。今から救うんだろ。お前も落ち着けよ。武蔵さんを叩く。あ、そうだな。少し冷静さを取り戻したように見える。それでは最初に判定やります。電子機器で戦車をハックしてフレンドリーファイアさせます。了解しました。判定どうぞ。うまくいったがひどい光景だな。なんだ、向こうの戦車がお互いに撃ち合ってる。武宏は兵士の集団にメスで切りかかり戦力を削ります。了解しました。切断で判定どうぞ。内部戦力を削ぎました。武蔵さん、あとはあなたが救い出してください。
武蔵は手近な戦車の窓を割り、中の人間を全員撃ち殺す。道兵、二人とも戦車を乗り回し、周囲を蹂躙したいので、機械で判定していいでしょうか。OK です。どうぞ。クソ、クソ。はじめが戦車の制御を奪い、武尊がメスを持って兵士の中へ切り込んでいく。武蔵は奪った戦車で敵軍を蹂躙しようとするも、うまくいかなかった。それでも3人の活躍で敵軍を十分に壊滅することができた。なあ、何が起きたんだ？でも助かった。悲劇を食い止めると3人は空の彼方へ引き戻されていく。全員暴力分野の任意の特技で判定を行ってください。代用判定可です。3人は遠くに見えていた主戦力らしき部隊が撤退を始めていることを確認する。その部隊には黄金の蛇をあしらった禍々しい国旗がはためいている。3人は星空と歯車の空間へ戻ってきた。武蔵はシオンをめぐる記憶が変化していることを感じる。シオンが飛び出してから数日後、窮地を脱して武蔵の元に生還したシオンは、たくさんの体験談や武勇伝を聞かせてくれた。ダク、あの子はバカなことを。つかの間、母親のような顔になる。全員の大切な人が救われたので、よかったという表情を浮かべる。これで全員救えた、でいいんだよな。最後に出てきた奴らが気になるな。いや、これで終わりだとは思えない。どういうことですよ。起きてしまった悲劇の根本的な原因が解決されたとは思えない。赤い鷹、宇宙人と来て、次は黄金の蛇。奴らはまた行動を起こすはずだ。違うか。総調停車に尋ねます。それではマスターシーンが入ります。マスターシーン。動き出した未来。3人が調査を行った歯車が回転し始める。それに連動して他の歯車も次々に動き始めた。その様子を見た調停者は3人に拍手を送る。おめでとうございます。ミッションコンプリートですね。でもこのまま帰っちゃっていいんですか？調停者が微笑むと、新たに動き始めた3つの歯車に光が当たる。新たに3つのハンドアウトを公開します。ハンドアウト。脈動する白い歯車、脈打つように振動する歯車。わずかに弾力があり、至る所に鋭い突起がついている。手を触れると一瞬巨大な真っ白い怪物が破壊の限りを尽くしている光景が脳裏に浮かぶ。ハンドアウト。静かな黒い歯車、無音でゆっくりと回転している歯車。なんだか見ているだけで吸い込まれそうになる。手を触れると一瞬ブラックホールが地球を破壊しながら飲み込んでいく光景が脳裏に浮かぶ。ハンドアウト。冷たい銀の歯車、他の歯車に影響されず規則正しく動き続ける歯車。ひんやりと冷たく、見つめていると不安になる。手を触れると一瞬見慣れない国旗を掲げた軍隊が一糸乱れぬ動きで軍歌を鳴らし、世界を埋め尽くしていく光景が脳裏に浮かぶ。残念ながらこのままだと皆さんの世界が滅亡しちゃいます。せっかく手に入れた幸せも水の泡。大変。最初からそれが目的だったのか。秘密です。これが改変の交換条件ということですか？正直よくわかりません。そもそも交換条件になっているんでしょうか？武蔵は調停者から情報を得るのを諦め、恐る恐る歯車に触れます。この女が我々人類の味方とは限らない。助けたことで事態が悪化していないと良いのだが。武尊は兆候に入ります。ブラックホールは宇宙人で、軍隊は蛇の旗で、怪物は鷹のタトゥーか。ご想像にお任せします。まともに回答は得られなさそうだ。
また調べるしか先に進めなさそうだな。調停者を見る。でもご安心ください、滅亡を回避する手段はきっとあります。世界の命運は皆さんの手に。さあ張り切ってゲームを続けましょう。俺は続けるよ。記憶が正しくてもそうでなくても、また置いていかれるのは正直答える。事態が悪化しているのだとしても、最初にこいつの言うことを聞いた時点で私の負けだ。ならばラウンド2開始というわけか。いいだろう。ゲームという言葉が多少引っかかりますが、やらないと世界が終わるならば、やらないわけにはいかないんでしょうね。やります。世界を滅亡から救いましょう。楽しそうな調停者に促され、3人は再び歯車の調査を進めることとなるだろう。そして3人はどの歯車よりも上空に浮かぶきらめく青い歯車があることに気づく。さらによくよく考えると、自分たちの足元には巨大な藍色の歯車があり、すべての歯車と噛み合っているねじれた棒状の歯車がある。さらに3つのハンドアウトを公開します。ハンドアウト、きらめく青い歯車、どの歯車よりも上空に浮かぶ美しく不思議な歯車、ところどころがイルミネーションのように輝き、緑や白のマーブル模様が揺らめいている。このハンドアウトを調査するにはいなければならない。ノイズに入る言葉は現在のところ不明です。ハンドアウト、ねじれた棒状の歯車、すべての歯車と噛み合っている、ドリルのような縦長の歯車。手を触れると様々な情景が目の前を走馬灯のように過ぎ去っていく。このハンドアウトは脈動する白い歯車、静かな黒い歯車、冷たい銀の歯車の秘密がそれぞれ一人以上の PC に獲得されている状況でなければ調査を行うことができない。ハンドアウト、巨大な藍色の歯車、星空のような空間の中、地面として機能している巨大な歯車、ところどころが欠け、ボロボロと崩れている。他の歯車とは噛み合わず、きしむような音を立てながらゆっくりと回転している。歯車が増えた。増えたのではない、元からあったことに我々が気づいていなかっただけだ。我々は調停者に誘導されている。調停者を一別する。にっこりと笑う。本当にゲームみたいだな。歯車を見渡す。何にせよ気を抜くなよ。わかりました、負けられないですからね。もう何が来ても不思議じゃないな。これにてマスターシーン終了です。第2サイクルも残すは武尊のシーンだけです。よろしくお願いします。第2サイクル第4シーン、シーンプレイヤー藤井寺武尊。開示掛けの未来へシーン表12。歯車がカチリと鳴る音がする。何か時と空間の真理をつかみかけたような。時間で判定を行い成功すると、このシーンの終了後にもう一度自らの真理を行う。生命力を消費して感情修正を入れます。 OK です。判定お願いします。残念。それでは普通にシーンを始めましょう。何をしますか？静かな黒い歯車を調べます。了解しました。それではお願いします。とても静かな歯車だな。音が全くしない。お二人は天文学もしくは宇宙の神秘に興味はおありですか？ないな。星の見方なら興味はあるが。天文学は天文外だな。そうですか。あの歯車はそういった学問的な何かを秘めている感じがしたので、もしくは量子力学。ブラックホールがなぜできるのかは知っている。星が死ぬのだろう。地球が死んだのかもな。さっきの宇宙人が関係しているなら、既存の学問は全く役に立たない可能性の方が高そうだが、宇宙人って自分で言いながら現実味がなさすぎて遠くを見る。死んだのは太陽かもしれないな。暗示的だ。ともあれ、いずれかの星の終わりが引き起こした終焉、デッドスターエンド。僕はなぜかこの事象がひどく気になるんです。星の終わりを憂いますので、憂いで判定していいでしょうか？ OK です。
どうぞ。ハンドアウト。静かな黒い歯車、秘密。ショック P シーン。長い研究の結果、テオは時空間を屈折させる装置を作り上げた。だが、その技術を兵器に転用することを企んだある国が、テオを捕らえ、強引に開発と実験を行わせた結果、海が暴走し、ブラックホールを発生させたのだ。PC は、全員、暗黒で恐怖判定を行う。この歯車は、破壊することができない。発光する山吹色の歯車を破壊した場合、レオは、存在しなかったことになり、この未来は回避される。感情で共有します。武蔵も感情で情報共有します。それでは、秘密を渡します。はじめは、ショックの対象ですので、小軌道1点減らしてください。また、2人とも恐怖判定をお願いします。クロエさん。残り、2つある。ひと事と思うなよ。レオ、俺はそんなこと、少しも聞いていない。黙り込む。おそらく UFO からのアブダクションから救われた後に作られたんでしょう。僕はある国という言葉に何か引っかかりを感じます。超停車、教えてくれ。初めから存在しなかったことになったら、そいつを深く知る者の記憶からもそいつの存在は消えるのか。そうですね。まずあなた方が調べて知ったことに嘘偽りはないことは保証します。存在しなかったことになるので、まあそういうことです。そうか、シオンの顔を思い浮かべた。他の歯車も調べましょう。解決策が必ず見つかるはずです。僕たちは全部救う。そうでしょう。お二方若干青ざめて黙り込んでいる。互いの利益が最大化するよう努力する。頑張りましょう。そう言った後、調光モードへ入ります。それではこの辺りでシーンを切って第3サイクルに行きましょう。メインフェーズ第3サイクル。3サイクル目は誰から行きます？ハンドアウトが一気に増えたからサイクル数増やしたいかな。賛成。でも誰のシーンで時の歯車を増やします？はじめに関係ありそうな歯車を調べられたし、はじめのシーンで作りましょうか。なので最初にやります。これまで通り全員登場してもらってみんなで作りましょう。それではまずははじめからお願いします。第3サイクル第1シーン。シーンプレイヤー、クロエ、はじめ。機械仕掛けの未来へ。シーン兵庫。ぐらりと足元が揺れ、思わずしゃがみ込む。なんだか足場が不安定だ。まさか落ちるなんてことは。不安定な足場でふらつく。あいつを消すくらいなら一層落ちてしまった方が。止まれ。諦めるのは全てを知ってからでも遅くない。わ、悪い。ふらついた拍子に最初にもらった時の歯車が床に落ちる。だがそれには時間が足りないようだな。週末までの時間を引き延ばす方法はあるのか。歯車を拾いながら調停車に聞く。その歯車を3つ用意して願ってください。そうすれば少しだけ猶予ができるはずです。歯車を増やすにはどうしたらいい？それこそ願ってみましょう。願いが届けば好きな数だけ歯車が生まれるはずです。ただ作った分だけ代償が必要なのでご注意ください。願うか。いくら願ったところでこのままだと最後は命を削れということか。そんなもの、星が滅びるならなかったも同じ。安いものだ。大丈夫ですよ。クロエさんの不安を察知して優しく肩を。それでは判定いきましょうか。皆さん何個作ります？竹広は3個作ります。はじめは2個で、武蔵は3個でお願いします。了解しました。それでは任意の特技で判定を行ってください。
宣言した数の時も歯車を獲得して、同じ数だけ生命力を減らしてください。皆さんうまくいったようですね。あとは終わりまでに願うだけです。タイミングはいつでもどうぞ。こんなもの増えたところで、うつむく。ベッドしようじゃないか。私たちの命をこのゲームに。吐血した口元を拭きながら、医者としては命を救うのが仕事ですので、そのベッドした命は救いますよ。感謝する。クロエさん、これが増えたことで可能性が増えました。頑張りましょう。ああ、次に行こう。ソラ返事で、多分あんまり話を聞いていない。こんなところで次のシーンに行きましょうか。どちらがやります？タケヒロが先にやってもいいでしょうか。躍動する白い歯車を調べようと思います。どうぞ。それでは次はタケヒロでお願いします。第3サイクル第2シーン、チームプレイヤー藤井寺タケヒロ。開示掛けの未来へ、シーン表11。きらめく青い歯車から輝く雫が落ちてくる。ほんのり暖かく甘い香りがする。鎮痛剤を一つ獲得する。クロエさんの心はまだ沈んだままだ。浮上するまでは僕が頑張らないと。白い歯車を調べますね。そうだな。今は一つでも多くの情報が欲しい。クロエさんもそれでいいですか。ああ、ブラックホールの次は怪物か。内部に地上からかけ離れたあれですけど、もう何が来ても驚かないですよ、僕は。こんな空間に連れてこられたんだ。もう何を見ても驚くまい。 UFO を見て調停車に食ってかかったことは忘れているですね。では行ってきますね。歯車が脈動している。あたかも命の鼓動のように。医学で判定していいでしょうか。 OK です。どうぞ。ハンドアウト、脈動する白い歯車、秘密。ショック PC1。 怪物の正体はマリナである。10年前、凶悪な宇宙生物を埋め込まれたマリナは、暴走トラックの事故から生き延びた後、徐々に体を侵食されていった。いずれ彼女は怪物となり果て、地球と生命の全てを飲み込んでしまうのだ。 PC は全員生物学で恐怖判定を行う。この歯車は破壊することができない。歪んだ赤い歯車を破壊した場合、マリナは存在しなかったことになり、この未来は回避される。共有させてください。こちらもお願いします。了解しました。それでは秘密お渡しますので、恐怖判定をお願いします。お守りを使います。ありがとうございます。それでは振り直し、どうぞ。マリナが怪物。一瞬気が遠くなる。しかしこらえる。全部救うって決めたんだ。こんなのでへこたれてられない。宇宙生物が現実にか。笑おうとして隣を見てやめる。こっちは壊せないんだなと残念そうな顔をする。救わせた後に世界を滅ぼすから存在ごと消せなんて、随分といい趣味だな。同感だ。引き続き歯車を調べましょう。まだまだ情報が足りません。それでは武蔵のシーンに行きましょうか。シーン表を振って何をするか決めてください。冷たい銀の歯車を調べるのは確定で、あと皆さんがサイクル数を増やすことに同意するなら、このシーンで歯車を使いたいです。もちろん OK。 全員2個ずつでいいかな。2個ずつで OK です。了解しました。それではそんな感じでやっていきましょう。第3サイクル第3シーン、シーンプレイヤー武蔵。開示掛けの未来へ、シーン表8。山吹色に光る歯車に触れる。心が高揚するのと同時に背筋
奇妙な寒気が走る。破壊するか、簡単に言ってくれる。何が起きているのか予想はついている。当たってほしくはないだな。どうせまた世界が滅ぶから消せって言うんだろう。まだわかりませんよ。当ててみないとわからないことだってあります。そうだな。できるだけ感情をあらわにしないよう機械的に歯車に触れます。機械で判定していいでしょうか。 OK です。どうぞ。ハンドアウト。冷たい瓶の歯車。秘密ショック PC さん。成長したシオンはテロリストの指導者となり、世界中を恐怖に陥れる。その後はシオンもまた軍事国家の独裁者となり、強心的な軍団を組織して世界を蹂躙し、人類を破滅へと導いてしまうのだ。 PC は全員週末で恐怖判定を行う。この歯車は破壊することができない。焼け焦げた銅の歯車を破壊した場合、シオンは存在しなかったことになり、この未来が回避される。二人の方を振り返る。見ない方がいい。同じだった。そうですか。じゃあ見ないという意思表示をする。わかった。結局全部ぶっ壊せってことか。考えたのだが、レオやマリナや、あるいはシオンを存在しなかったことにすれば、各々の悲劇が回避できるという話は確かに本当なのだろう。しかし赤い鷹の組織や宇宙人や黄金の蛇の国、それらの組織はそのままか。個人の存在を消したとて、それぞれの組織が別な方法で侵略を試みる未来は変えられないと思う。天才なのだろう、レオという男は。優しい人なのだろう、マリナという女は。そしてシオンも強い子だ。だから私は安易に歯車を破壊することは反対だ。もちろん僕も反対です。まだどちらも救れる可能性は残っています。僕は諦めませんよ。確かにあいつは才能があった。だが天才は他にもいるだろうさ。本当にブラックホールの装置を作ることを回避するなら、世界中の科学者を消さない限り無理だろうな。俺も含めて少し笑う。どうせぶっ壊すなら宇宙人や組織の方をぶっ壊してやりたいよ。あ、そのために私たちにはもう少し時間が必要だ。歯車を取り出す。懐の歯車を触る。歯車を2つ取り出す。了解しました。それでは全員時の歯車を2つ消費してください。リミットが3から4に変更されます。ゲーム続行だな。そう言って調停者を睨む。武蔵と視線が合い、はてなという感じの表情を浮かべる。そしてにっこりと笑い返す。その真意は読めない。それではこの辺で切って第4サイクルといきましょう。メインフェーズ第4サイクル。さて最後のサイクルとなります。誰から動きますか。竹広から動いてもいいでしょうか。巨大な藍色の歯車を調べようと思います。どうぞ。問題ないです。お願いします。了解しました。それでは竹広からお願いします。第4サイクル第1シーン。シーンプレイヤー藤井寺武宏。機械仕掛けの未来へ死因協力。赤く歪んだ歯車に触れる。体が驚いたように震え、恐怖に胸が締め付けられる。藍色の歯車を調べます。あ、頼む。次は何が出てくるか。解決のヒントだと僕は信じます。この歯車がそうじゃなくてもまだ2つ残ってます。僕は最後まで諦めません。だからお二人も諦めないでください。僕を助けてください。もちろん僕はお二人を助けます。信じてますから。もちろんだ。最後まで戦おう。ここまで来たらもうやれるだけのことはやるさ。ありがとうございます。では行きます。
世界の終焉という過酷な運命を切り離すためにセスナで判定します。 OK です、どうぞ。ハンドアウト。巨大な藍色の歯車、秘密。ショック全員。拡散情報。この歯車が破壊された場合、PC は過去へ落ち、異空間での記憶を失って現実へ戻される。あらゆる事件が起こる前、未来を疑わなかったあの頃へ帰るのだ。PC は全員、時間で恐怖判定を行う。マスターシーンが発生する。なお、この秘密を獲得している PC はクライマックスフェーズの戦闘中、支援行動として時の歯車を2つ消費することで任意の転換点の歯車が導く過去へ再度赴くことができる。持っていた凶器のトリガー引いています。おお、とりあえず全員の恐怖判定が終了してから処理していきましょう。それじゃクロエさんの恐怖判定に感情修正を入れます。コストは生命力で。ありがとうございます。 OK です、はじめと武蔵も恐怖判定をやっちゃってください。武蔵も狂気が4つになったので1つ強制オープンですね。まずは、武宏がトリガーを引いた凶器から処理していきましょう。それでは、これです。凶器、絶叫、トリガー、自分が恐怖判定に失敗する。事件の恐怖があなたを苛む。また何かあれば、恐ろしい絶叫を上げてしまうだろう。この、凶器、が顕在化したシーンに登場している自分以外の PC 全員が、視覚の分野からランダムに特技一つを選び、恐怖判定を行う。お守り使います。ありがとう。振り直し、どうぞ。お守り使います。ほんとすみません。振り直し、どうぞ。うわ、仕方ないですね。まずは凶器を一つ追加してもらいましょう。武蔵は凶器が5つになったので2つ公開してもらいます。まずは1つランダムで選んでください。それではこれでお願いします。狂気、知恵の渇望、本来のトリガー、自分が誰かにダメージを与える。あなたは思う存分残虐に振る舞いたいと思っている。この狂気が顕在化したシーンに登場している自分以外の PC 全員が暴力の分野からランダムに特技一つを選び、恐怖判定を行う。今の判定で追加で引いたトリガーもないようですし、武蔵の公開する狂気のもう一つを選びましょう。それではこれです。狂気、パニック、本来のトリガー、自分がダメージを受ける。あなたは暴力が恐ろしい、戦闘になるとその心はひどく動揺してしまう。自分が新たに狂気を公開するまで戦闘中のファングル値が一上昇する。これで落ち着いたみたいですね。参考までに残りの狂気の数は3つです。このままマスターシーンに移ります。マスターシーン、母なる星への郷愁。藍色の歯車の端から下を覗き込むと、遥か彼方に青く光る星がある。それを見た瞬間、3人の胸に懐かしさと温かさ、そして罪悪感のようなものが湧き上がり、激しく渦を巻く。全員、情動分野の任意の特技で判定を行ってください。代用判定不可です。3人はいつの間
か、自分がきらめく青い歯車と調停者を見つめていることに気づきます。そしてきらめく青い歯車の調査条件に思い至りました。ハンドアウト。きらめく青い歯車。どの歯車よりも上空に浮かぶ美しく不思議な歯車。ところどころがイルミネーションのように輝き、緑や白のマーブル模様が揺らめいている。このハンドアウトを調査するには調停者と感情を結んでいなければならない。あの女は何を考えているんだろうな。想像できないな。いや、もっと踏み込むべきなのか。殴ってみればわかるだろう。待ってください。暴力は全てを解決しません。すまない、言い間違いだ。話してみればわかるだろうと言いたかった。口ではそう言いながら素振りをしている。武蔵と距離を取る。お前が暴れたら誰も止められないぞ。努力する。しばらく近寄らないようにしておこう。武蔵は混乱している。どうやら僕の手番はここまでのようです。あとはお二方に託します。よろしくお願いしますね。薄い笑みを浮かべる。それではここでシーン切りましょうか。質問です。時の歯車お先に使い、感情判定を行ってからその後に調査判定を行うことはできますか？具体的にダメとは書かれていないんですよね。なので先に追加行動をするということで OK とします。視聴者の皆様へ、この処理についてですが、面白そうだから OK を出した面もあります。この処理はシナリオ作者の想定と異なっている可能性があります。またプレイヤーの選択やエンディング分岐に大きく関わる可能性があります。皆様が遊ばれる際に今回のような提案があった場合、 OK とするかどうかはご自身でご判断ください。それでは本編に戻ります。うん、武蔵が調停者と感情を結ぶことは考えにくいな。それならこちらが感情を結んで、そのままきらめく青い歯車を調べますよ。あとはどちらが先に動きます？先に言っていいですか？もう一つのねじれた棒状の歯車を調べます。大丈夫です、お願いします。それでは武蔵のシーンといきましょう。第4サイクル第2シーン、シーンプレイヤー武蔵。開示コケの未来へ、シーン表7。調停者が近づいてくる。何かと思えば飲み物とお菓子を渡してきた。ねぎらっているつもりなのか。消費度が1点回復する。拳を握りしめている。殴りたい衝動を必死に我慢している。さっきなんか大変だったようですね。これどうぞと武蔵の気持ちを知ってか知らずか差し入れる。感謝する。武蔵は手が震えている。おい、さすがに殴るのは恐る恐る近づく。私はあいつと話すのは無理そうだ。はじめ頼めるか。俺も話すのは得意じゃないが、今のあんたよりはマシだが。殴られそうになってもニコニコしている調停者を眺める。同じく睨む。離れたところでハテナという表情を浮かべている。無意識に煽らないでいただきたいという表情を浮かべる。私はこっちをねじれた歯車に近寄る。機械で調べたいです。感情修正を入れます。コストは生命力ですが、鎮痛剤を使ってすぐ回復させます。もろもろ OK です。判定どうぞ。ハンドアウト。ねじれた棒状の歯車。秘密、ショックなし。拡散情報。3つの変換点を1つでも破壊すれば銀河が飛ぶで世界は救われる。クライマックスフェーズの戦闘の勝者は歯車を1つだけ破壊することができる。どの歯車が破壊されたかによりエンディングは変化する。なお、この歯車が破壊された場合、改変された過去は元の悲劇へと戻り、 DC は異空間の記憶を得たまま、あらゆる事件が起こる以前の過去へと戻される。それがなんだ、安易に壊したりするものか。調べていない。歯車はあと一つ。調光モードに入ります。
壊せる歯車は一つか。きらめく青い歯車を見上げる。武蔵はゆっくりと目を閉じて腰に下げた銃に触れる。それで全てだ。次のシーンに備えて藤井寺さんにお守りを渡します。ありがとうございます。何かあったら使います。僕でいいんですか。今一番まともなやつに託す。武蔵は神経質そうに銃を触っている。武蔵さんをちらりと見る。わかりました。お守り託されます。それでは初めのシーンに行きましょうか。第4サイクル第3シーン、チームプレイヤー黒江はじめ。機械仕掛けの未来へ。シーン表さん、どこからか人々の断末魔の悲鳴が聞こえる。物音で判定を行い、失敗すると長期のポイ捨てをしまう。まずは時の歯車を使って調停者と感情を結ぼうと思います。あと PC も全員登場してもらえますか。お守り要員も OK です。出ます。了解しました。それではやっていきましょう。きらめく青い歯車の上に腰掛けて3人の方を見ている。相変わらず笑みを浮かべたままだ。たまには降りてきたらどうだ。スカートの中見えるぞ。調停者に声をかけます。あれ見えてます。中は見えないよう処理しているつもりですが。そう言って歯車から降り3人の前に来る。このゲームはお前の思う通りに進んでいるのか。嫌がらせで調停者の目の前でタバコに火をつける。それは秘密です。タバコの煙を胃に吐いたと答える。でも皆さんは歯車を壊せるようになったみたいですね。その状況を望んでいたのは否定しません。壊してほしい歯車があるのか、それとも壊れれば何でもいいのか。何でもかんでも答えるとは思わないでください。女の子には秘密がいっぱいあるんですよ、と武蔵の方を見る。銃をもて遊んでいたらタバコの火を見てホルダーにしまい、初めから少し距離を取る。味方に怪我をさせるわけにはいかない。味方、そう味方だ。あまりイラつかせるな。今の私は柿厳禁だ。私の見た目は武蔵さんと同じ性別のはずですが、嫌われているようですね。武弘さんは、はじめさんの文化圏ではガールズトークという儀式みたいなものがあるんですよね。残念だな。僕が知っているガールズトークはこんなに殺伐としていない。お菓子も用意していたんだけど何か間違っていました。ガールズトークなら秘密を話すんじゃないのか。遠くの悲鳴を吹き消すように煙を吐き出す。あんたからはずっと秘密ですとしか言われていないぞ。それこそゲームでは好感度っていうのがあるじゃないですか。それが足りていないんですよ。ケラケラと笑う。好感度って、こっちは調停者としか名乗られていないんだが。調停者に名前はあるのか。ゲームマスターと名乗ることはありますが、皆さんの文化で言う名前はないですね。適当に名付けてくれてもいいですよ。ゲームが終わるまでに考えておくよ。なるほど、楽しみにしていますね。それでは感情判定いきます。武蔵さんが我慢していたので我慢で。 OK です。判定どうぞ。もらっていてよかった。お守り使います。 OK です。振り直しどうぞ。もちろん不審です。調停者の感情、悩みますが名前を考えてもらえるので友情を取ります。名前をつけてもらえるかもと少し上機嫌になっているようだ。名前なんてつけたことないぞ。画数とか考えた方がいいのか。このままきらめく青い歯車の調査に移りますね。 OK です。よろしくお願いします。これ以上話しても情報は得られそうにないな。あいつが座っていた歯車を調べるしかないか。クロエさん、最後の歯車の調査をお願いします。そうだな、貴様なら触らせてもらえるだろう。わかってる、
急に暴れるのだけはやめてくれ。武蔵さんを困惑した顔で見つめる。我慢するのには慣れている。こう言って時の歯車一つをはじめの足元に投げます。振り直し用に持っておいてください。ありがとうございます。あれを調べて何もかもうまく収まるならいいが、そうでなければどうすればいい。機械で判定していいでしょうか。感情修正を入れます。コストは生命力で、また減った生命力を鎮痛剤を使って回復させます。もろもろ OK です。判定どうぞ。ハンドアウト。きらめき青い歯車。秘密。ショックなし。この歯車は地球を象徴し、調停者と連動している。機能上調停者は嘘をつけないが、全ての真実を明かしても限らない。例えば転換点となる歯車。調停者の使命は転換点を一つ以上改変させ、人類滅亡の目を残すことである。この秘密を獲得している PC はこの歯車を破壊することができる。この歯車を破壊した場合、 PC は異空間での記憶を失い、転換点を改変したまま現実へ戻る。秘密欲しいです。武蔵にもお願いしたいです。竹広は初めに対して感情を持っているので、同意とはなくても受け取ることができます。武蔵に対しては、はじめが見せるかどうかを確認しましょう。秘密を見せますか？見せます。了解しました。それでは二人とも確認してください。これで、ノイズ部分の公開条件を満たしました。公開条件は、きらめく青い歯車の秘密が PC 全員に獲得されることです。改めて、秘密を読み上げます。ハンドアウト。きらめく青い歯車。秘密。ショックなし。この歯車は地球を象徴し、調停者と連動している。機能上調停者は嘘をつけないが、全ての真実を明かすとも限らない。例えば転換点となる歯車が導く過去には、改変すべき事象がもう一つある。調停者の使命は転換点を一つ以上改変させ、人類滅亡の目を残すことである。この秘密を獲得している PC はこの歯車を破壊することができる。この歯車を破壊した場合、 PC は異空間での記憶を失い、転換点を改変したまま現実へ戻る。皆さん、この歯車を正しく理解されたようですね。まるで理解しなくてもよかったかのような言い方だな。ここに至ってはそこまで重要視はしていなかったです。知っても知らなくても体制に影響はないかもと思っていたので。私は決めた。私がやるべきことは一つだけだ。お前からすればそうだろうな。世界が滅ぶ理由が変わるだけだ。違う。私たちの大切な人を見捨てずに済む方法があるはずだと私はまだ信じている。結局使わず拾わなかった時の歯車、お武蔵に返しておきます。拾わないのか？もともと俺のものじゃないからな。あんたのシオンに対する思いは理解しているつもりだ。黙って歯車を拾い上げる。考えろ考えろ。大量のエンディングに向かう手段を。ぼんやりと歯車を見つめる。二人を一別した後、調光モードに入ります。それではこれでシーンを切ってメインフェーズ終了とします。クライマックスフェーズに入ります。クライマックスフェーズ。灰色の歯車が振動し、端からボロボロと崩れていく。リミットが来たようだ。そろそろフィナーレです。さあ、ここが分岐点。傲慢に、無駄なに、見苦しくあがいて、素晴らしい未来を選んでくださいね。きらめく青い歯車の上に座り、口の端に笑みを浮かべながら悠然と3人を見下ろす。悪趣味だな。最後まで見ているだけか。もし望むのであれば私も場におりますが。そういった調停者の表情は少し余裕がなくなっているように見えるかもしれない。黙ってきらめく青い歯車を見つめている。それではクライマックス戦法のルールを説明します。まず
きらめく青い歯車の秘密を獲得している PG は、望むなら挑戦者を戦闘に参加させることができます。次に藍色の歯車の崩壊に伴い、毎ラウンド終了時に速度が1つずつ消滅します。消滅は1から順に始まり、6が消えた段階で戦闘は強制的に終了されます。この戦闘のリミットは6であると言い換えられます。消滅する速度にいるキャラクターは自動的に1つ上の速度へ押し出されます。このことによりバッティングは発生しません。なお、戦場移動が宣言された場合、残った速度の中からブロットを行います。最後に戦闘終了の条件は、勝者が決まるか、参加しているキャラクター全員が脱落するか、6ラウンドが経過することです。なお、6ラウンドが経過した場合や挑戦者が勝利した場合、どの歯車が破壊されるかは GM が決定します。以上です。それでは本編に戻りましょう。たとえ挑戦者だとしても、貴様もゲームの参加者だ。なるほど、そうであるなら私も参加しましょう。その方が私の望みを叶いやすいでしょうから。軽やかな足取りで崩れ始める藍色の歯車に降りる。アイルベッツマイフィック武尊の言葉とともに、藍色の歯車が一層激しく崩れ始める。残り時間がないようだ。いやおうなしに物語の結末が近づいてきた。クライマックス戦闘開始です。それではプロットを行ってください。同時に挑戦者はアビリティドラッグルームを使用します。指定特技は近いですが、持っていないので、持っている特技の中で一番近い怒りから判定します。目標値は9です。失敗したので何も起きません。挑戦者も普通にプロットします。全員プロット OK ですね。それでは公開してください。使っちゃいましたね。あらら、はじめと武蔵はバッティングしたので1点ダメージを受けてください。狂気のトリガーを引きました。あら、それでは公開お願いします。狂気暴力衝動トリガー、自分と同じシーンにいるキャラクター自分も含むがダメージを受ける。血だ。とにかくお前は誰かを傷つけたい。この狂気が顕在化したシーンに登場している好きな PC の中から1人を選び、1点のダメージを与える。それでは武尊と武蔵のどちらにダメージを与えますか？武蔵はダメージを受けても大丈夫ですよ。すみません、それでは武蔵にお願いします。了解しました。武蔵は1点ダメージを受けてください。暴力衝動に任せて武蔵を殴る。いい拳だ。減った生命力を鎮痛剤で回復します。あれ、仲間割れですか？いえ、ここに至っては仲間なのかは微妙かもしれませんが。うるさいな、苛立っている。挑戦者は初めの言葉を聞き流す。そのまま速度4で戦場移動を宣言。続いて速度3のお二人です。本来ならダイスで動く順番を決めるのですが、相談して決めてもいいですよ。暴力衝動を抑えられないので、先に挑戦者に攻撃してもいいですか？どうぞ。攻撃はトリックです。判定いきます。好奇心分野での判定なので再挑戦します。コストは生命力で、減った分は鎮痛剤を使って回復します。 OK です。再挑戦どうぞ。会議判定。崩壊した凶器が2つあるので合計4点のダメージです。いたたた、名前の代わりに攻撃が飛んできましたね。お前を倒したら名前もやるよ。それでは武蔵の行動です。悪いが一発殴らないと気が済まない。おかしいな、武蔵さんにはお菓子をあげて協力していたはずなのですが。機械攻撃で攻撃します。判定いきます。
回避判定。マイナスの感情修正を入れます。コストは消気度です。了解しました。判定します。危ない。さすがに今のは焦ります。無言で機関銃に弾をリロードする。それでは速度2の武博です。同艇車に基本攻撃です。懐からメスを取り出して調停車を切断します。了解しました。判定どうぞ。武器を使って振り直します。了解しました。振り直しどうぞ。回避判定。スペシャルと公開した凶器を合わせて 2D6+1 のダメージです。そのダメージで調停車は脱落します。武宏助かった。ギャンブルの胴元は落ちましたが、まだゲームは続くようですね。仕方ないですね。私はこれで降りましょう。あとは皆さんで存分に争ってください。多少の気晴らしにはなったな。さて1ラウンド目終了です。自発的な脱落を選ぶ人はいないようですね。それでは調停車が使った戦場移動があるので、全員プロットをお願いします。速度1を選ぶことはできません。全員プロットを決めたようですね。それでは公開してください。気が合うな。まったくだ。ぶつかって尻餅をつく。はじめと武蔵はバッティングで1点のダメージです。それでは2ラウンド目を進めていきましょう。先ほどと同じく速度5の2人はどちらが先に動くか決めていいですよ。武蔵から先に動いていいですか。どうぞ。支援行動として時の歯車を2つ消費する。焼け焦げた銅の歯車が導く過去へ再度赴こうとする。なるほど。武蔵さんもそれを選びますか。降りた奴には関係のないことだ。ゴブーン、自分の役目は終わったとばかりに崩れる足場を見ている。私はこの戦場では足を引っ張ってばかりだった。最後に少しでも役に立てるといいんだが。その言葉を残して武蔵の姿が武宏とはじめの前から消えた。マスターシーン、もう一つの改変。焼け焦げた銅の歯車。武蔵は撤退を始めている。黄金の蛇の国家の主力軍の上空に飛ばされた。どうやら転換点を立ち去った場面の続きのようだ。体に力がみなぎっているのも同様だ。今黄金の蛇の国家を止めることができれば何かが変わるかもしれない。ここでのルールを説明します。再度転換点に来ることができたのは時の歯車を使用した一人だけです。どうにかしたい対象が存在していると思いますので、前回来た時と同様ロールプレイをして任意の特技で判定を行ってください。判定に成功すればその対象の結末を自由に決めることができます。失敗した場合は何も変わらずに元の異空間へ戻ります。なおこの場にいるのは時の歯車を使った PC のみです。感情修正やお守りの使用はできません。判定は再挑戦を踏まえて好奇心分野の特技で挑戦することをお勧めします。こいつらが初めの親友を調停車に向けるはずだった機関銃を構え直す。射撃で判定します。 OK です。判定どうぞ。よくも村を焼いてくれたな。引き金を引き戦車を次々と無力化した。ひとしきり撃ち終わったところでこう言った。借りは返せたかな。武蔵の蹂躙により黄金の蛇の国家の主力軍は壊滅した。これだけダメージを与えればこれ以上の活動はできないだろう。テオが超科学の研究と実験をさせられることはなくなり、静かな黒い歯車の未来が回避される。
がつくと、武蔵は元の空間に戻っていた。戦場はいい。戻ってきた武蔵の胸に力なく拳を叩きつける。すまない、出会ってるか。なんでだ、俺は諦めてる。諦めてたんだ、最初から。だから最後まで諦めなかったお前たちを見送ろうと思ってた。シオンがいた村を焼いた奴らだから攻撃した。私はあの時あいつらに十分な損害を与えられなかったからな。それだけだ。何かを言いかけて言葉を飲み込む。いや、いい、すまない。お互い様だと、ぶつかったところを押さえて口元を歪めるように笑った。そのやりとりをただただ見ているだけ。うなだれて黙り込む。はじめは何もせずに行動を終えます。それでは武尊の手番になります。支援行動として時の歯車を2つ消費する。発光する山吹色の歯車が導く過去へ再度赴こうとする。気をつけろよ。わかりました。無事に戻ってきますね。今度は武尊の姿がかき消えた。マスターシーン、もう一つの改変。発光する山吹色の歯車。武尊はレオが誘拐されそうになった現場へやってくる。今まさに誘拐に失敗した UFO が逃げ去ろうとしているところだ。彼らをどうにかすれば何かが変わるかもしれない。インベーダー、好き勝手やってくれたな。今の文明の科学力をなめるなよ。レーザー光線を打ちたいので電子機器で判定します。 OK です。判定どうぞ。小軌道をコストにして再挑戦します。 OK です。再挑戦どうぞ。レーザー光線を UFO に向けて放射。動力部分にクリティカルヒットして UFO が爆発をし始める。落ちろ。その一撃を受けて UFO は爆発資産する。中にいた者たちもおそらく無事では済まないだろう。マリナが宇宙生物を埋め込まれることはなくなり、脈動する白い歯車の未来が回避される。気がつくと武尊は元の空間に戻っていた。やったか。地球の科学力の勝利です。薄く微笑む。ちゃんと救えたんだな。ええ、救えました。はじめにも薄く微笑む。その様子をじっと見ている。二人は救えた。でも武蔵さんの大切な方は憂いを帯びた表情をする。な、調停者、もう二個ほど歯車を分けてはもらえないか。名前と引き換えでどうだろう。ハッとして武蔵さんの方を向く。その要望には答えられませんね。皆様にできるのは、誰か一人が歯車を壊すか、全員で争って時間を浪費するか、何も壊さずこのまま現世に戻るかです。そいつは残念。ここからラウンド終了の処理といきましょうか。ロールプレイしながら自発的に脱落するか、このまま戦場に残るかを決めてください。壊すのか、何をとは聞かない。ああ、要はあれだ。ここは私に任せて先に行けというやつだ。全部救うだなんて大見え切ったのにすみません武蔵さん。首を振る。仕方がない、そういうゲームらしいからな。お前の判断に任せる。どんな結末であれだ、舞台から降ります。こんなひどく悲しいジョーカーゲームがありますか。すみません武蔵さん、すみません。涙を流す。早く行け、足場が崩れるぞ。わかりました。それでは上がりです。震える声でそう言って舞台を降ります。それでは武尊とはじめが脱落。勝者は武蔵となります。武蔵のもとにゆっくりと調停者が近づいてくる。はじめさんが武蔵さんに時の歯車を返した時点で嫌な予感はしていました。自分に課した使命を捨ててでも他人のために動く人がいたら、自身も使命を達成できないことを分かっているからだろうか、表情に陰りが見える。だがすぐに人を食ったような闇を浮かべ、勝者はあなたです。あなたが壊したいと望む歯車に触れればそれで終わります、そう告げた。静かな黒い歯車の未来は回避された。
脈動する白い歯車の未来も回避された。残りは冷たい銀の歯車の未来だけだ。私はあの子の母親だと思っていた。シオンは孤児だった。ただの孤児じゃない、繊細孤児だ。私はシオンの母親面をしていたが、本当の母は別にいて、戦争で死んだ。そんな思いはしない方がいいんだ。そんな辛い思いをするくらいなら生まれてこなくて、生まれてこない方が。シオンとの思い出を反芻し、よかったとは言えずにその先を飲み込んだ。世界を救う可能性は2つ。1つは平等にねじれた棒状の歯車を破壊すること、もう1つは焼け焦げた銅の歯車を破壊すること。宇宙人黄金の蛇を無力化した上でシオンを消し去る。私はシオンを血塗られた運命から救い出す。そう言って焼け焦げた銅の歯車に触れた。回っていた焼け焦げた銅の歯車が徐々にその動きを止め、崩れ落ちていく。武蔵の記憶からシオンとの思い出が消えていく。あなたは間違いなく世界の脅威を完璧に取り除きました。地球の免疫機能としては残しておいて欲しかったんですけどね。武蔵の足元も少しずつ崩れていく。赤い鷹が残っているだろう。貴様にとってはそれで十分だ。だが赤い鷹も私がいずれ必ず。武蔵は武宏とはじめの元へ落ちていく。終わった、だな。世界の脅威は取り除かれた。そうだ、調停者がそう言った。嘘ではないだろう。そうか、よかったのか、と言おうとしてやめる。何も言えず黙っている。表情は硬い。世界が救われた。しがない傭兵にはもったいないほどの戦果だ。だがなぜか少し、そう言って武蔵は首をひねった。どうした、首をひねっているのを見て。いや、私は今まで何のために戦っていたのだろうな。何って、あれ、確かお前が何かの話を聞いたことだけは覚えている。だがこれから戦う理由は分かっている。赤い鷹を壊滅させなければ。調停者は入っていたが、私は彼らを。武蔵の方を涙が一筋流れた。どこからか調停者の声が響く。改めまして皆様おめでとうございます。これから皆様は元の日常へと戻ります。良い今後をお過ごしください。俺はずっとずっと後悔して生きてた。後悔するだけだった。次こそはうまくやるよ。だから今までの俺を置いていく。ビグレット、人の思いを眺めてたお前にぴったりだろう。なるほど、そうきましたか。もし次があった場合、その名前だと名前で深読みされそうな気がしますね。だから多分名乗ることはないです。でもどんなものであれ、私に何かをくださったことについては素直に感謝を。これは本音ですよ。あと次はない方がいいですね。あんまり脅威が多いのも大変なので。なので皆様の今後にはいろいろな意味で期待していますよ。ゲームクリア。お疲れ様でした。おめでとうございます。調停者のどこか背筋が寒くなるような称賛を最後に、3人の意識は途切れた。気づけばそこは異空間に向かう前の日常。残るのは夢とは思えぬ鮮明な記憶。武蔵は何かを二度喪失したという思いが残っている。運命を変えることのできた武宏とはじめは、胸の奥に後悔や罪悪感を抱えながら、今ある生の価値を実感しているかもしれない。これにてクライマックスフェーズ終了となります。最後に PC ごとのエピローグをやっていきましょう。誰からやります？武蔵からやってもいいですか？どうぞ。お願いします。エピローグ。 PC さん、武蔵。赤い鷹を倒す倒す。武蔵は日々戦闘訓練を積みながら、傭兵の仕事で小銭を稼ぎ、その金で赤い鷹の情報を収集していた。宇宙人と黄金の蛇は倒したんだ。赤い鷹も倒さなければ、私は世界のためなどという大層な理由で戦うような人間だっただろうか。射撃の的を狙う手が止まる。銃を下ろし周囲を見回した。よう、仕事の依頼なんだが。
見慣れた男がやってきて、私はその男のせいで一度何か大切なものを失ったような気がした。嫌な気分になりながら返事をした。いくらだ、悪いが高くつくぞ。胸クソ悪い笑顔がまぶたの裏にちらついた。一度何かを失ってまで守った世界だ。最後まで守り通すさ。エピローグ。 PC にクロエ、はじめ、レオと二人で屋上にいる。レオ、お疲れ。声をかけて激アツのコーヒーを渡す。おう、萌えちゃん、お疲れ。なんか疲れてるじゃん。ちゃんと休んでる？そうか、最近新しい分野の研究に手を出してるからかな。それは初耳。何を研究しているんだ？と興味津々の顔。専門外も専門外だし、何から手をつければいいか悩んでいるんだがな。楽した何かを取り戻せたら、そんなところだ。遠くで戦っている誰かを思い出しながら。なんだそりゃ。とはいえだ、よくわからないが、面白そうなのはわかる。俺にも手伝わせろよ。そうか、助かるな。取り寄せた資料であふれそうなんだ。今はどうにもならなくても、何を取り戻せるか思い出せなくても、諦めなければいつか。思い詰めているはじめを心配そうに見つめ、彼の力になろうと決意する。その結果がどうなるかは誰もこの時点では知らない。ぬるいな。コーヒーを飲みながら空を見つめる。エピローグ。 PC1 藤井寺武博。2人で過ごす何回目かの武博の誕生日。マリナの作ったごちそうに舌鼓を打ちつつ、楽しそうに会話をする。こんな風に過ごすのも何回目かな。また年齢を重ねちゃったね。年々幸せになっていくよ。いつもありがとう。うん、私こそいつもありがとう。ああそうだ。不意に真剣な表情で何かを取り出す。それは一つの小さな箱。これって何かを期待している。その中にはピンクダイヤモンドのついた指輪。結婚しよう。こんな日を予想していたかもしれない。しかし実際にプロポーズされると何も言葉が出てこない。感極まって目から涙があふれる。そしてそのまま武博に抱きついた。しばらくの間抱きしめ合い、幸せをかみしめる。将来の話をする二人。子供ができたら名付けたい名前があるんだ。男の子だったら正義感が強くてたくましく育ってほしいから。武蔵。女の子だったら誰とも争わない優しい子に育ってほしいから。しよう。これにて3人のエピローグ終了となります。またインセイン機械仕掛けの未来へも終幕です。ここまで長時間のご視聴ありがとうございます。 PC2 と PC3 の秘密が公開されていないのでここで紹介します。ハンドアウト。 PC2、 クロエ、はじめ、秘密、ショック、らし、異空間に来る直前、あなたはある独裁国家に身柄を拘束されていた。黄金の蛇を旗にあしらったその国家は、超常的な兵器の開発を行うため世界中で科学者を拘束しているらしい。もし核を変えても十数年後にはレオも自分も連れ去られてしまうのか。あなたの本当の使命はレオを救い出すこと、およびレオと自分が未来においても平穏を手に入れることである。ハンドアウト PC さん、武蔵、秘密、ショック、なし。ある時からシオンは世界的テロリスト赤い鷹の影響を受け、過激な思想に傾倒するようになった。自身の正義は自身で決めることだ。だがその考えがシオンを死地に追いやったのなら、同じ結末を繰り返さないためには過保護でも元凶を打ち破るしかない。あなたの本当の使命は赤い鷹を倒すこと、およびシオンを血塗られた運命から救い出すである。また各 PC のプレイヤーから感想をいただいておりますので、そちらも紹介します。 GM の感想も最後に述べさせていただきます。
TRPG の良さっていろいろな人物になってその状況をどうするかを体験できることだと思うんですよ。今回、医者で割と頭の良いキャラを演じるというとても素晴らしい経験をさせていただきました。中の人はそんなに賢くないので、1プレイヤーとしても楽しみましたが、 GM、そしてご一緒にセッションしてくださったお二人の掛け合いも1オーディエンスとしても十分楽しませていただきました。はじめさんは葛藤や逡巡や定感の内面の思考の回転がより人間らしさを感じさせ臨場感のあるロールプレイでした。武蔵さんは厳しくそして優しい強い人間を見せてくださいました。最後まで格好良い人でした。調停者さんは笑顔のうちにある思惑やインギングレーさが我々の感情を見事に逆なでする素晴らしいヒールだったかと。皆様の素晴らしい表現に圧倒させられました。お見事でした。エンディングは何か少しでも爪痕残せたらなという思いであのようになりましたが、ほんの少しでも何かを持ってくだされば幸いです。このセッションに参加できたこと本当に光栄でございました。皆様セッションお疲れ様でした。本当にありがとうございました。手番の使い方とかもうちょっとうまくやった方が良かったかなとも思いましたが、その時にやりたいことやっていたので満足です。その結果歯車ちょっと足りなかったりしました。クライマックスに関しては歯車はプライズじゃないのと2個足りないのはもうどうしようもないなって感じで、 PL としては自分の使命は無理だから調停者ちゃん殴っとこという気持ちでした。 PC としてはずっと諦めなかった2人の方がハッピーエンドにふさわしいから最後まで協力しつつ調停者ちゃん殴っとこという気持ちです。なので武蔵さんなんでってなりました。実現するかはともかく武蔵さんにもハッピーになってもらえるようにきっと頑張っていろいろやると思います。世界が滅ぶかもしれませんが、皆様ありがとうございました。とても楽しかったです。また遊んでください。このセッションは珍しく自分の出目が走らなかったので苦労しました。当社費あ、私が大好きな強い女のロールプレイが思う存分できたんじゃないかと思ってます。あのような決断を下したのにはやはり自分の出目が走らず自分の力がシオンを救うには不十分だったという思いが強いです。本当の使命に背く行動を決断するときはだいぶ迷いましたが、 PC としての理由付けは精一杯セリフに込めたつもりです。自分の中で納得できるものになったと思っています。プレイヤーとしては細かい反省点、メタ読みできてるならシオンの歯車は調べなくてもよかったなとかもありますが、そういうデータ的にはミスとも言えるかもしれない。決断も含めて味わい深いセッションだったと思います。久々のインセイン&初めての判定規制でしたが、やっぱインセインは楽しいし、じっくり腰を据えてロールプレイをできる手規制も楽しかった。みんなまた遊んでね。年末年始に一気に駆け抜けたセッションでした。 GM をやって楽しかったのですが、先に GM をやってしまったせいで PL ができないという致命的な問題が発生しています。面白いシナリオですので、視聴者の皆様もぜひ遊んでいただきたいと思います。とはいえここまで見てしまった方はシナリオの構造が分かっているので PL ができなくなってしまっているでしょうけども、でもご安心ください。販売されているシナリオは今回のリプレイで用いた製品版とは別に CBT クローズドベータテスト版が同梱されるようになっています。 CBT 版は製品版とは別物らしいので、製品版を知っていても問題なく遊べるそうです。以上反則でした。改めまして、今回プレイヤーとしてご参加いただいた3名にはこの場を借りて感謝を。またここまでご視聴いただいた皆様も長時間本当にありがとうございます。ちょっと切ないエンディングとなりましたが、必ずしもハッピーエンドにならないのも TRPG の醍醐味かなと思います。私たち4人が作った物語を楽しんでいただけましたら幸いです。今回のシナリオ機械仕掛けの未来へは公式でリプレイ投稿を受け付けており、こちらもその投稿作品となります。いろいろなところでリプレイが公開されていると思いますので、見比べてみるのも楽しいと思います。私自身も他の方の作品を見てみようかと。というわけでこれにて本動画も終了となります。
ご視聴ありがとうございました。